皆さんこんにちは。今回の動画は16年の間で誰が一番成長したのか、主の独断と偏見で選んだトップ5を発表していこうと思います。なお今回は聖堂の選手のみとなっています。また有給の代は含んでいません。好評でしたら聖堂以外の選手も含んでトップ5の方を考えようと思っています。あとこの動画を最後まで見ていて思った高評価よろしくお願いします。それでは本編最後までご覧ください。第5位は小湊晴一にしました。晴一はサーマル世代の内野手、中学時代に通算打率6割3分5厘という好成績を残し、兄凌介の影響で聖堂に進学。聖堂入学後は紅白戦や2軍戦で結果を残し、なんと1年生から夏の大会でベンチ入りに成功。またベンチ入りした夏祭の方では代打として結果を残した 4-4。 不思議にはここが春一のピーク。なお1年秋以降は兄凌介が引退したということで不動のセカンドに定着。打順の方も2番か3番、1年秋に関しては体が小さくてもホームランを打てることを証明、しかも木製バットで。ということで第5位は小湊晴一でした。第4位は前園健太にしました。前園は三重県の大の内野手、東京なら通用する、こういった考えを持ち前園は関西から来ましたが、東京もレベルが高いということを痛感。目標だったみゆきや倉持のように1年生からのベンチ入り不可。しかし前園はこの悔しさを糧に猛練習。2年夏まで2軍生活でありましたが、新チームで結果を残し、2年秋田以降不動のファーストに定着。打順の方は3番や6番などを打っていましたが、主に5番バッター。3年春の選抜では不調の影響でスタメンを逃したり、思うような成績を残せませんでしたが、昨週で書かれた甲子園のかかった大会では大活躍。2年秋対1回戦の帝東戦では試合を決める一発、決勝の薬師戦でも試合を決める一発。3年夏対決勝の稲城戦では試合を決めるスクイズ。主の勝手な偏見ですが、前園がいなかったら聖堂は甲子園に行けなかったかも。ということで第4位は前園健太でした。第3位は東條英明にしました。東條は沢村世代の外野手、中学2年生の時はピッチャーとして全国ベスト4に貢献。帝東向井、薬師、三島、秋葉、他校の選手が知るぐらいの有名なピッチャーでありましたが、新入生対2軍戦、この試合登場は新入生チームの先発ピッチャー。しかし初回からいきなり12失点。12失点ということで言わずもがな1年夏祭ベンチ入り不可、また2軍にすら帯同不可。登場としては高校野球最悪のスタートダッシュですが、第3位にした一番の要因、1年秋の新チームから聖堂で生き残るため野手へ転向。野手への転向後は持ち前の野球センスを発揮、また練習試合でも結果を残し、1年秋以降不動のセンターに定着。基本は下位打線を務めていましたが、1年秋の途中から2年春まで2番バッター。野手に転向してわずか数ヶ月で聖堂の2番バッター。正直野手の中では一番の成長株かなと思います。ということで第3位は東條英明でした。第2位はフリアにしました。フリアは沢村世代のピッチャー、聖堂入学前は訳ありということで無名な選手でありましたが、紅白戦でえぐい球を披露。たった1球で1軍に昇格。そして1年春の関東大会、沢村世代第1号の公式戦デビュー。その後の1年夏祭では背番号11、丹波の怪我の影響もあり先発をしてフル回転。
1年秋以降は1年夏の成績を買われ、背番号1、上級生を差し置いてエースナンバーを背負うことに。しかし2年春の選抜以降、怪我や不調もあり、2年夏では再び背番号11、同級生の沢村に背番号1を許しました。なお2年夏で背番号1を沢村に許したフリアでありましたが、徐々に本来の力を発揮できるようになり、球速更新、既存球種の精度アップ、成績的には過去一番。また甲子園編に関しては1回戦で初の完投勝利。もし2年秋編が描かれた場合、フリアの背番号1が見えたかも。ということで第2位はフリアでした。第1位は沢村栄順にしました。高島礼のスカウト、またみゆきとの出会いもあり、聖堂へ進学。聖堂入学後はいきなりピッチャー引退宣言を監督から受けましたが、なんだかんだ紅白戦で結果を残し2軍へ昇格。2軍昇格後は今や沢村の師であるクリスからたくさんのことを教えてもらい急成長。急成長のおかげもあり、練習試合では好投、結果1年夏からピッチャーとしてベンチ入り。ベンチ入り後も沢村は成長、気づけば聖堂には欠かせないリリーフピッチャーに。1年秋ではイップスの影響もあり出遅れましたが、クリスからアドバイスをもらい、アウトコースへの制球力が開眼。またチェンジアップを習得したことで先発としての路線も開拓。2年春では監督から信頼を勝ち取る好リリーフ。そして2年夏フリアの怪我の影響で沢村が先発をする回数増加。また先発した試合で沢村は無双、球速アップや新球種開拓、結果背番号1を背負うことに。大会の方では初戦先発として思うようなピッチングはできませんでしたが、みゆきの力も借り5回戦から修正。準決勝に関しては昨週史上過去一番のピッチング、決勝でも好リリーフ、16年の間で主人公らしい成り上がりを見せてくれました。なお甲子園編では怪我の影響もあり2回戦リリーフとして復帰、ピッチングシーンは描かれず本編は終了しています。ということで第1位は沢村栄順でした。以上、今回は16年の間で誰が一番成長したのか、主の独断偏見で選んだトップ5を発表していきました。ちなみに沢様はどんなトップ5となりましたか？思いついた方ぜひコメントお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。この動画を見ていいと思った方はチャンネル登録並びに高評価よろしくお願いします。あと Twitter と Instagram もやっておりますので、フォローの方お待ちしております。